べちゃう。かわいいんだってトーマスは。トーマスはケーキが機関車。みんなみんな友達、トーマス大好き。Thank you.
気出して笑って行こう。魚釣りさ、お気に入りの場所へ行っちゃおう。魚釣りさ、こんな天気の日には釣りに行こうよ。仕事も全部終わったし、天気も最高さ。さてさて、何
聞こえてくるよきっと奇跡の音、遠くから
「おもいどり」
してないけど、ほんとまんまる。初動鉄道に欠かせない紳士だと思ってるけど、一番大事なことは時間とに。お前はノックもできないのか。見てみなさい、朝ごはんが台無しじゃないか。とっはまとよ、みんな言うこと聞く、一番偉い人なんだよ。見ればわかる、みんな言ってるんだよ。とっちょさんの鉄の自慢の機関車、どうがこうでも事故はいかんぞ。それがトッチョさんの鉄道。止まったヘンリー、みんなで押してた。そしたら一言、医者に止められとるんだ。大事な帽子がヤギのとこに飛んでちゃった。昼ごはんにちょうどよくて、ごちそうさま。一番偉い人なんだよ。
わかった。ジェイス。そう、僕ジェームス。みんなの人気者。それじゃあ出発進行。Thank you.
冬の粗道灯もいいよ。おとぎの国さ、雪が積もるよ。暗くて怖くなるの。
Yeah.
とみんなで出すことに決めたのさ。蒸気を上げて鎖を回せ、シュシュポポシュシュポポ満タンに燃えて、ブレーキ緩めて敵ならせ、さよなら。仲良くしてね。なんて大切な仲間。
気をつけよ。話を聞かせてくれる海と船が大好きな光車ソルティ、どんな話がいい？一生懸命頑張っている、みんなは君が大好きさ、日が沈んだら集まるよ、聞かせて海の歌。Thank you.
Oh!